今日は数と式の72仮定と結論とはを見てくよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう今日のテーマは仮定と結論とは2つの言葉を覚えようポイントね A ならば B である前回これ命題というのを習ったよねこの A ならば B であるという文章においてこの A の部分をこう言うんだ仮定 そして B の部分をこれが仮定ね仮定で B の部分を結論というよこの部分を結論というよどういうことかというとこれ証明問題でよく出てくる話なんだよね証明問題で A ならば B であることを証明せよ見たことないうん図で表すとこうなるんだ記号で表すとね A ならば B であることを証明せよ こののの証明のスタート地点それが「仮定といってゴールのことこの導くゴールのことを結論というんだこの A のことを「仮定 B のことを「結論」という証明においてはここスタート地点が「仮定でゴールが「結論」このイメージで問題解いていくよ。 じゃあ例題一緒に解いていくよ次の命題の仮定と結論を言え括弧1見ると m が4の倍数ならば m は偶数であるこの仮定と結論用仮定の部分っていうのはここねならばの前の部分 A ならば B の A の部分をこれ仮定と呼んだよつまり証明問題においてはスタート地点そしてこの何々であるここが「 結論というよ証明問題においてはゴール地点ねそして今日合わせて覚えてほしいのは記号。仮定と結論結論ぶのはこういうい記号ね m が4の倍数ならば m は偶数こういう記号を使って書くからね。じゃあ次。過去には ab が0よりも大きいならば a が0よりも大きい b が0よりも大きいである。 まあこれが正しいかどうかは別として「家庭」と「結論」書くと家庭の部分がこの「ならば」の前の部分ねこれを仮定証明問題でもしやるとしたらここがスタート地点になるそして後ろの「である」この部分を結論というよこれがゴール地点証明問題のゴール地点になるよで覚えておきたいのが記号 仮定と結論を結びつけるのはこうだったね。a、b がゼロよりも大きいならば、a がゼロよりも大きい、b がゼロよりも大きい。こんな問題これから証明問題でたくさん出てくるからね。まあこれが正しいかどうかはわかんないけどね。じゃあ練習問題一緒に解いていくよ。次の命題の仮定と結論を言え。括弧1見ると。 n を整数とするとき n の2乗が偶数ならば n は偶数であるこれの仮定と結論見るよまあ答えるだけだったら今回簡単だよね。なんでこの問題があるかっていうとこれから証明問題でこういう文章がたくさん出てくるそうした時に何をスタートとして何をゴールとするかそれをしっかりと見定めたいんだこの場合には n の2乗が偶数ならばこの、ま、ならばの前の部分を仮定へというよ。 スタート地点ね証明問題においてはここがスタート地点になる n の2乗が偶数をスタートとして結論 n は偶数これを導きたいわけねこの部分が証明問題においてはゴール地点になるよこのならばの前の部分を仮定であるのところを結論こういうのを覚えておこうじゃあ過去に見ていくよ今度は p q を有理数とするとき p−q√2=0 ならば p=q=0 イコールであるこの仮定と結論見よう今回覚えたいのはねこのならばの前の部分を仮定といったねこれが正面問題においてはスタート地点になってくるそしてここ「である」の部分を結論「ゴール」と言ったよ 透明問題でねまあこういう分がたくさん出てくるんだ PQ を有理数とするとき P'9√2=0 ならば P=9=0 であるまあ見るとなかなか手が止まっちゃうよねどっから手つけていいんだろう見たら仮定ここをスタートとして最後結論 P=9=0 ゴールとするような式を導いていこうそして最後にもう一回確認ねこういう風に「ならばである」というふうに書いてあるケースとこういうケースがある P'9 9ルート √2 イコール0でこんな矢印ね p=9 がかけなくなっちゃった p=9=0 これも同じように前の部分を仮定で表して後ろの部分を結論で表すよ。 今日のポイントを確認しよう仮定と結論とは A ならば B であるこの A の部分を仮定そして B の部分を結論というよそして AB こんな記号で書く証明問題においてはこの仮定の部分がスタート結論の部分がゴールこれを覚えておこう。